日水製薬株式会社、日水製薬株式会社は、日本の製薬会社である、日本水産株式会社のグループ企業。1935年に、漁場調査、漁船漁具の改良、魚類の養殖、水産加工品の製法の研究等を、事業目的とした日産コンセルンの水産に関する、研究所、株式会社、日産水産研究所として創業。 漁業や水産資源の高度活用など多岐にわたる研究成果を事業として発展させ、日本の水産業の近代化と共に歴史を歩み、哺乳動物の臓器を原料とする栄養剤など、医薬品、病原菌や各種細菌の検査用培置や診断用薬の製造、販売を行う。1962年に現在の社名に変更した後も、培ってきた DNA を今日における、 診断薬や医薬品の研究や開発に受け継ぐ研究開発型の製薬会社である。主要事業は臨床診断薬、産業検査薬等のハサップに対応する細菌学的検査用薬、環境関連検査用薬、バイオ関連製品等の研究や開発を行っている。現在では将来性のある基盤技術獲得に向けたオープンイノベーション推進、 再生医療分野での新規事業化に向けた先端技術研究、外部企業との連携や大学、企業との共同開発などに積極的に取り組んでいる。元国立予防衛生研究所の最近第一部い一室長。日水製薬の本社には、坂崎の業績展示コーナーがあり、朝日文化賞、バージー、S アワード、野口秀夫記念医学賞、 デンマーク王立獣医農学大学などに関する、授与品や書籍が閲覧可能である。同社は、日本の細菌学発展に、偉大な功績を残した、坂崎の偉業を称え、元神戸市環境保健研究所細菌部長で、医学博士の中西敏夫を発起人として、食品衛生検査セミナー賞を創設、若手の研究者へ、食品衛生感染症の基因金及び迅速検査、 等の研究に関し今後の活躍に期して授与されている。ありがとうございます。